今日はここからは素敵なゲストをお招きしております。今日のゲストはですね、なんと、川越祭り会館、ね、館長の田中幹雄です。どうもお世話になります。どうぞよろしくお願いいたします。田中さんはもう長いことこう観光行政というかこう、はい、携わってこられて、はい、でとてもこうユニークなっていうか取り組みもいろいろされて、非常にあのこう温かい熱いこの観光への思いがたくさんある方で、私も本当にあの長いことお世話になってるんですが、今まで、まあ、今あのそのこの祭り会館の方に移られましたけど、今までずっとこの市役所に入ってから長いことこの観光の方で来られたんですか。そうですね、はい、観光畑はあの、はい、平成15年から、はい、それで約市役所の半分ぐらいが観光関係ですかね。その中でどんなことをなさってきた。そうですね、当時はあの、観光というとどっちかというとイベントがメインだったんですね、はい、で今でもありますけど、うん、あこの時期やりますあの春祭りというのがありまして、うん、でその時にですね、はい、初めてでしょうかね、あの新河岸に船、浮かべるということで、はい、やらさせてもらいました。じゃあ始められたのは田中さんなんですね。まあ私だけじゃないですけど、もちろんあのそうですね、きっかけの人は私がいた時だったんですけども、でだんだんと賑やかになってきて、うん、まあ、今はちょっとこういうあれでね、うん、なかなか厳しいんですけど、うん、始める時はでも結構大変だったでしょ。そうですね、まず、今はあの氷川様の裏でやってますけど、はい、当初はあの高沢橋、はい、柏横丁の、かかったのが橋のところでやってたんですね。でそこですとちょっと水深がちょっと浅いので、うん、船が擦っちゃうんですね。あ、そうなんですか。で船の方はあのある市民団体の方から 2艘いただきまして、うん、9ということで、それで今、うん、観光協会の方に関して観光協会メインで今やってます。あの高沢橋のところもね、すごいあの由緒あるところですからね、きっと。そうですね、でもいろいろ当初からこういろいろ変遷があって大変だったことも、まあ、そうですね、まああの、はい、最初船頭さんがなかなかいらっしゃらないということで、はい、まあ、自分も乗ったことあるんですけど、はい、乗ったっていうか、まあ、ちょ船頭さん、船頭までいかないんですけど、ちょっとやったことあるんですけど、なかなかあの船頭さんまでなさったんですね。結構ですね、あれ、まあ、免許いらないんですけど、なかなかあの難しいですね、やっぱね、あの2人でやってるんですけど、うん、後ろの人がどっちかというと推進 で前がこう舵取りっていう形でやるわけなんですけど、ちょっとあのあそこにですね橋がかかってるので、はいはい、あれに竹竿でやってるんですけど、はい、それ引っかかって、うん、結構箸落っこったりしたんですね。あ、落ちちゃったりってことは結構ありますね。いやなんか、まあ、浅いですから大事ですけど。いやでも市役所の方が船頭さんまでして川に落ちたとかね、そうですね、当時は何でもかんでもいろいろやってましたね、本当に。あとは、うん、自分が携わったところで花火大会ですかね。花火大会は、はい、まあ、あの、はい、始まって2年目から関わったんですけど、うんうん、それも本当にあれですね、いつも始められるところに、最初は伊佐沼だけだったんですけど、あの、まあ、川越市大きいので東と西ということで、はい、で今は愛の新水公園の方でもやって、はい、それで毎年交代交代で交互でやったんです、ね、最初の頃はずっと伊佐沼でしたっけ。そうですね、伊佐沼の、確かですね、県内一番早いということでやってて、うん、ただあの野鳥というか鳥の関係で、はいはい、ちょっと5月確かやったはずなんですけど、うん、まあ、ちょっとその卵とか産んでるあれが鳥たちがですねびっくりしちゃうということで、はい、あ、そういう環境というかその関係で、まあ、ちょっと鳥がびっくりしちゃうんだ、夏になったようですね。そこはちょっと私はよく存じ上げたいんですけど、うん、はい、このなんか花火大会は花火大会でまたいろいろなんか花火大会はですね一番難しいのはですね、雨なんですね。雨、はい、夏ですから、うん、なんか最近の気象はすごく難しいんで、うん、基本的に花火はですね雨でも大丈夫なんですけど、やはり来る方がね、うん、いらっしゃる方がちょっと濡れちゃいますんで、うん、ただその決断をするのがですね、お昼までなんですよ。お昼に、中止もしくは、うん、やるかということを開催するか決めるんですけど、うん、一番厄介なのは夕立なんですね、うん、夕立、はい、これだけは天気が良くても急に崩れてきたりするんで、うん、ちょっとねこれだけだたまたま今まで私が行った時は、大丈夫だったんですけども、はい、雨が多少の雨はありましたけど、はい、強行しちゃったんですけど、うん、それが一番イベントで怖いのはそういうなんですかね、雨なんですよね。そうですよね、皆さんたくさんいらっしゃるとこで、しかも花火ですもんね。そうなんですよね、花火を目的に来ますんで、で河原ですから何もないわけですよね、うん、で川は、ね、また水が増えちゃうと大変な、まあ、すぐには増えません、増水しませんけど、うん、そういうことも含めながらなかなか、なんか厳しいですよね、うん、天候ですね、うん、だからあのいろんなイベントやってきましたけど、一番厄介なのは外でのは全部天候ですよね。天候ね。でそれに比べてあの川越祭り、はい、
これはですね、はい、雨降っても休みやるやんないというのは市で決めるわけじゃありませんので、町の方が、うん、出しを出さないかということで、やってますので、それは逆言うと、それは別に 楽というかね、その決定はこちらでするわけじゃなかったので、今もそうだと思いますけど。でも川越祭りまたたくさんいろいろご苦労があるんじゃないですか。川越祭りですね、一番やっぱり大変なのは人がすごく多くて、いらっしゃるということで、その辺のですね、動線確保っていうのがどうしても集中しちゃうんですね。本川越というところが、あと町並みとかですね、蔵の町並みですか、あとクレアモール、そこに集中しちゃうんで、もっと分散するとなかなかですね、やはり露照っていうかですね、露店の明かりでみんな行くんで、そういうところで集まっちゃうんで、なかなか厳しいですね。今のいろんなところに出汁が配置されてたりとか、いろいろこう運行経路とかを決めるのも観光の方でなさるんですか。そうですね、基本的には警察の方の予防もありまして、やはり自由というか、勝手というのは一応規則というか、皆さんで周知して、やろうということで、で当時はですね、クレアモールなんかもですね、露天商は両サイド出したんですね、右も左も。だけどそれだとちょっと危ない、やっぱり広くなってきたんでと、ね、いうことで千鳥にして、でそれから今では今もそうだと思うんですけど、多分左、今年は左、来年は右という形でこうずらしてやってると思います、百貨店の駐車場なんかにいろいろあったりとかね、あれもですね、そうなんです。最初蔵の町並みのところにも、お店があったんですけど、やはり蔵の町並みのところはない方がいいんじゃないかということで、これも露宿さんでいろいろ話した結果ですね、その何ですかね、一箇所に今おっしゃった駐車場に集めて、やるようになったんですね。そういうのも観光課で検討されるんですか。うん、そうですね、もう行くところないので、奥さえるところないので、もうそういうところを利用するしかないなということ で、 大変ですね。屋台村ということでね、ネーミングつけて、今では MS さんの観光バスの駐車場と、マリヒロさん、それと栽培町の駐車場、3箇所が主なところでしょうかね、あと何といっても一番厄介なのはゴミなんです。ゴミの問題はですね、これが一番大変で、今エコステーションといってですね、今ですね、ゴミだけの本部を作ってるんですね。ゴミの本部、ゴミだけの本部、というのはですね、今まで川越祭りが終わりますと、翌朝、終わった朝、月曜日ですね、もうすごいんですね、苦情の電話が、ゴミが朝早くからお電話がお家にかかってくるって、もう大体苦情なんですよ。すごいなんか世界で、朝早く家に電話がかかってくるんだ、苦情のって。私は市役所ってそんなに大変な職場だったっていうのを驚きましたけど、そう、私もね、全然そういうのしなかったんですけど、一回来てみて、いやこういうことなんだと思って、川越祭は楽しいけど後がきついなということで、それで今ゴミの問題ということで、今だいぶそういうことなくなったんですけど、そのエコステーションつってずっとゴミだけの本部を作って、常にですね、ボランティアの方とか、あとシルバーさんの方でですね、ゴミ拾いっていうかしていただいて、それでもうゴミはないように、してるわけですね。ただそのどうしても溜まったゴミを持っていかなきゃいけないんで、これは環境部の方にお願いして、例えば日曜日、開けてもらったりとか、そんなこともさせてもらったことあります。あ、じゃあ観光課の方が全部仕切りをして、観光、あ、例えば環境のところにゴミを持ってってもらったりとか、全部そうですね、やはり観光課だけじゃもう限界がありますんで、いろんな部署にもいろいろお願いして、あ、動員も相当かけてますんで、いろんな部署から、そういう人たちは例えば街の中で観光案内とかですね、祭りの案内とか、そういうのをしたりしていただきますね、臨時的に。動員とかも全部じゃ割り振って。そうですね、だからやはりですね、観光にないと分かんないところも結構あるんですね、どこどこのお店はどこ、例えばこういうの買いたいんだけどどこ行ったらいいんだとかですね、いろんなことを本当に聞かれますんで、結構いろんな部署から言ってもなかなか厳しいっていうのはありますね。そうでしょうね、うまく対応していただきゃいけないので。そうでしょうね、はい、で祭りバカと言ってはいけないけど、結構川越に祭りのプロフェッショナルみたいな人がたくさん、ね、いらっしゃるから、この人たちをね、なんかどうやってこう仲良くうまくこうやっていくか難しいですよ、祭りも。あと出汁がね、毎年ローテーションかけてますんで、5年先ぐらいかな、かけてまして、それでその通りはなかなかいかないんですけどね、やっぱ急遽出汁を直したり、またやっぱ急遽参加するとか、いろいろあったりするんで、その辺の予算もですね、結構補助金出してるんで、それもなかなか厳しいところがありますね。そういうことをやりながら、正直だと絆ですよね。やはりお互いが信頼関係がないとできませんので、出汁保育町内とか林連合会とか、あと飛び組合さんとかですね、あともちろん警察とか消防とか、そういうところ全部一緒になってやりますんで、じゃあやっぱりそういう各団体のことをよく知っていて、その気持ちを理解して、そういうことですね、
それを全部組みながら、もちろん、まあ、とにかく事故なっちゃまずいので、お祭りとはいえどもですね、事故がないようにするにはどうしたらいいんだということで、いろいろもうそろそろ始まってるはずなんですね、いろいろと、お祭りの関係も、まあ、今年はどうするかまだ分かりませんけども、まあ、29代ね、今年100周年ということですから、まあ、それなりの大きなお祭り、いつもと違う祭りになると思うんです。29代の雑誌が全部出るということですから、相当熱気活気、そうですね、まあ、コロナ以下でもよりますけどね、なかなかその辺はちょっと読めないところあるんですけど、もしそういうこと抜きにすればですね、大変盛り上がるのかなと思います。もう3年ぶりですからね。そうですね、はい、でも町内のバランス、各町内のバランスとかそういうのも全部こうなさるんですか、バランスというか、ですね、基本的にはやっぱり県の指定出しとか、はい、そういうのもあるんで、はい、まあ、その辺もできればお願いしたいというのはやっぱりありますよね。あとはバランスというか、そうですね、特にそういうのはあんまりないんですけど、やはり各町内さんの方で出るか出ないかで前もって、ローテーションを組みますので、それでやってますので、特にそういうのはないですね。それからあとお祭りって言いました、お手洗いとか、いろんなこう観光客のそういった手洗いはですね、これだけちょっと言わせてください、手洗いはですね、私はこう結構作ってると思うんですけど、やはりでも何ですか、来た方からするとトイレが足んない、トイレが足んないって言われますね。でも、その仮設トイレの業者に寄せると、川越市はトイレ祭りじゃないのっていうぐらい結構トイレ多いんですね。で今は全部水洗なんです。ああ素晴らしい。で水洗トイレで、ただですね、大きくその仮設トイレを、例えば1個2個じゃなくて5、10とかつなげちゃうとですね、水道が1個なんですよ。だからですね、この水タンクに溜まるまで、必ず大体女性って1回流しちゃうじゃないですか。それが溜まるまで時間経っちゃうので、結構ですね、スムーズさがないんですね。ちょっと時間かかっちゃうんですよね。あとはやっぱ水洗作ってもですね、既存の公衆トイレの皆さん利用される方多いみたいですね。ああそうなんですか。なんかやっぱやるんでしょうかね、仮設の方は。仮設のトイレ使いにくいっていうこと。いやどうぞ、それはちょっと私は、まあ、男社員であんまり関係ないけど、女性の方がね、どう思うかちょっとわからないんですけど。あ、そうなんですか、昔はね男女一緒だったんですけど、今はもうちゃんと男子女子と分けてやってますし、随分それが改善したのかなと思ってます。必ず手洗いとかも進行に向けますし、まあ、よくサービスエリアなんかだと、もう洋式のトイレの前に人が並んでしまって和式のトイレに入れないっていう、だ難しいですね。ああいうとこだと逆に、洋式嫌だっていう人もいるんですね。接触が嫌だっていう人がいたり。なるほど。ただそれちょっと昔で、もう今はですね、ほとんど洋式、やっぱり和だと逆に子供たちは分かんないんですよね。そうですね。なんか見たいですね。外国人も分かんない、ね。外国人もそうかもしれませんね。あ、そうですね。外国人、今の今ね、大変、今まで多かったですから、確かにそうかもしれませんね。トイレの問題は大変ですよね。トイレは大変です。あと紙の補充もね、していかなきゃいけないんで、巡回してんですね。ずっとなくなる。ああいう業者さんたちの組合みたいなものも一緒に組んだりとかするんですか。業者さんというか、まあ委託した先の方がそれもやってくださいということで、あとトイレ清掃はシルバーさんとかにお願いして。シルバーさんもじゃ活躍して。そうですね。もうシルバーさんいろいろやっぱないないと思う。できないですよね。もう川越祭りはシルバーさんは自分たちが楽しむじゃなくて、もう本当にもうそういう風な、確かに本当は一番楽しみたいんでしょうけど、なかなかもうそれはちょっともう割り切っていただいて仕事ということで、あとは結構ボランティアの方いらっしゃるんですよね。学生さんも結構ゴミ拾いとかもやっていただいて、川越祭りとか花火大会の時も、結構そういうので、やっていただくので助かりますね。まあ、確かに川越祭り一つとってみてもたくさんのこと部門が部門というか、そうですね、祭りは確か楽しいんですけど、その裏はですね、結構大変だっていうのが僕よく分かりました。たった2日なんですけど、そこに来るまで1年間かけていろんな準備してますし、ポスター作りもありますしね、チラシとか作るし、まあ、本当にいろいろありますよね。あとはその何て言うんでしょうかね、川越祭りの見せ所っていうのはやっぱりちょっと必要じゃないかということで、市役所前に昔というか最近までですかね、出汁をこう人に見れるようにしてたんですけど、今なんかそれがなかなかちょっと時間取られちゃうと、そこに並ぶと、だからなかなかそこはですね、町の方も今それはなしで、まあ来るけども、まあ巡行っていうんですかね、まあ、そこちょっと寄っていくっていう形ですが、ちょっと止まるかもしれませんけど、まあ、そんなような形でセレモニーが昔はちゃんとそこだったんですけど、今はそういうとこが少しずつ、まあ、昔と変わってきたかなと思います、はい、あと昔はよく酔っ払ってこう喧嘩とかトラブルとか
まあ、今はねそれはですね、まあ、観光客の方はちょっと分かりませんけども、まあ、あのこちらの主催者側はですね基本ですよ、酒は飲んじゃいけませんよと、そうですね、あのお菓子屋の人も、あの出汁を引く人も飲んじゃいけませんよということは一応そういうことをやっております、ね、はい、だからそういう長い経験がないと観光がちょっと来たからって務まるような仕事ではないっていう、まあ、ちょっとねやはり今だからそこなんですよね、今来た若い方は多分イベントやってないので、あそうですねこの2年間ね、ですからその辺のやり方がね、ちょっとどうなるのか分かんないですけど、特にお祭りなんかはこう引き継いでいかないと、そうですね、まあ、カゴ祭りもですね、むしろ花火大会とかっちのですね、カゴ祭りは大体もう周りが仕切ってますんで、はい、その辺は大丈夫なんですね、はい、どっちかというと裏方で今言った仮設通りとか、警備計画とかそっちのはあれですけど、当日はあとさっき言った案内、その辺だけなんですね、だからむしろ花火大会とか普通のとイベント、むしろ春祭りとか、ああいう方が結構経験ないとっていうところありますね。なるほどね、自分なりに考えたところ、まあ、だからそういった意味ではあんまりこうコロナとかでそのイベントがなくなってしまうと、そういった引き継ぎができない、そういうことありますね。だからまあ役所ですから、まあ、すぐね、あの、まあ、1年2年ではあんまり今はないでしょうけど、昔は結構長かったんですけど、まあ、今は早いですから3年から5年ぐらいで移動していますんで、うまく引き継ぎがないと、今特にコロナなんでまたちょっと違った要素でね、対策を練らなきゃいけないというちょっと難しいところありますね。でまたあの田中さんの時代にはいろんな例えばの映画じゃないですけど、その川越の観光のためにいろんなそのなんていうか新しい、あとはです ね作りましたよね、あの、はい、今やってるんですかね、まだ妖怪ツアーってですね、はいはい、あれもですね川越結構伝説、妖怪川越伝説、川越伝説が結構あるっていうことで、で妖怪ナイトツアーとかっていうのを、妖怪ナイトツアー結構来てましたね、それもシルバーさんにですね、お願いしたんですよ、あそうなんです、でシルバーさんにできるだけちょっと、そういう、まあ、妖怪じゃないですけど、まあ、ちょっとね白い着物を着ていただいて三角の頭につけてくれやってくれないですかって言ったらちょっとねそれはちょっとまずいよと僕たちちょっと近いからねって言われちゃってあシャレになんないんだということでシャレなんない、それはちょっとねあのボスになっちゃったんですけど、ね、残念だったんですけどね、で今でもやってるようなので結構まだ人気あるみたいですね、うんそうですね、あのお寺もたくさんありますしね、そうですよね、だからお寺の方も協力していただいて、まあ、別にその妖怪っていうわけじゃなくてね、あのやはりその何ですかね、特に夏ですから、あのなんかお寺って行くだけでもねちょっとね、そうですよね、だって皆さん普通に提灯持ってあの歩いてますもんね、そうだけでもやっぱり人間ってそのそうなんです、まさしくその通り懐中電灯とかね、その明かり、持つとなんか人間って嬉しいみたいで提灯とかですねそれ持ってたら歩いてくださいっていうふうにやったんですね、本当にあのちょっとエジンバラとかでちょっと思うような、なんか非常にこう日本の、ね、古い部分と上手にね、こう生かして、あの川越のね素敵なこう、お客さんが喜ぶ、どんなことしたら喜ぶかなっていう、そんなことをですね、ちょっと考えながらで、そうすると、まあ、基本的にはこっちが楽しければお客さんも楽しいんじゃないかっていうことでそれが自分の一応ポリシーなんだけど、自分で楽しいかどうか考えるっていう、そうですね、自分がこれやったら面白いかなと思ったらまあやんなきゃいけないものありますけど、基本的にはそうかなと思ってますね、すごく勉強になります。あとはその川越市だけじゃなくて、その川越市も、三社、鉄道三社、東部西部とありますんで、やっぱそういうところと協力し合って、もう少し遠くへ行って、まあ、なんですかね、いろんなビラを買ってきて川越市の誘客とか昔やったりしましたね、あなるほどね、いやもうお話が尽きなくて、今日はあの祭り会館の話聞こうと思いながら、もうあのとにかくその観光でもたくさんのことを、本当にほとんどのことをあの田中さんが全部こう作ってこられたようなあのことなので、ここまで少しあの本当のお仕事の一部を聞かせていただきました。